お邪魔いたします。なんだかあの楽屋がモノトーンといった感じなんですけども、いつもこのような楽屋なんですか？どうでしょうね、普段はもう少し明るいんですけど、今日はでも皆さんやっぱりモノトーン系でまとめていますね。そうです、あのライルは結構そういうモノトーン系が多いですか？プライベートのファッションもそうですか？いや、もう各自バラバラ好きなものってバンドになるとこういう感じになりますね。プライベートでは何色が好きですか？プライベートでは黒とか白とかやっぱりモノトーンが好きですね。じゃあですね、もうそろそろあの皆さん客席でお待ちですけども、はい、ライブの必需品なんかありましたらちょっと見せていただきます。そうですね、はい、これなんですけども、はい、これはもしかして携帯用の酸素ボンド。うわ、やっぱりそれぐらい苦しくなりますか、歌ってると？そうですね、やっぱりライブ終わった後なんかもう息が切れちゃって、これがなきゃもう次には行けないぞ。うわ、じゃあもう今日はね1曲だけですけども、そうです、ね、普段の時なんかもこれ、じゃあ1分じゃ足りないんじゃないですか皆さん？そうです、ファンの子にも貸し出したりしますんで、ね、え、これをファンの子に貸してあげるんですか？あのライブ終わってみんなが お客さんが出た後にこう何人か倒れてるお客さんなんかもいるので、慌ててスタッフがこれ持って走り出します、ね、なるほど、はい、それぐらいにエキサイトするわけですね。しますね。ちょっと拝見してみて、はい、あ、もうだいぶ少なくなってますね。いや、真剣です。あ、失礼しました、こんな感じですね。はい、グレー、じゃあ今日これを振って頑張ってください、はい、あ、始まる前はいいんですよね。そうですね、終わったらこう、終わったらこう、じゃあ頑張ってくださいということで、グレーのライブI'm gonna make you mine.